東門南大門南大門にある福島正則騎士の二王像右頭地目寺は愛知県天市にある新言州地山派の寺院である。三号は法王山。神樹として式内社の漆辺の神社があったが神仏分離令の後境外を分けた。所在していた地目寺長の名は当時によっている。通称地目寺観音で正式名称より通称で呼ばれることが多い。 本尊は、聖観論。高さ一尺一寸五部の秘仏であり、本堂に安置される十一面観音像の体内仏である。東海三十六不動村霊場第五番札所。尾張三十三観音第十六番札所。尾張四観音の一つである。大須観音から見て、帝の方角にあり、帝水の絵の方角が、絵法に当たるとし、二千十二年の節分は、大変にぎわう。 伝承によれば、水古天皇5年、伊勢国の海人豪族である神明達馬が漁をしていたところ、当時海であったこの地付近で観音像が網にかかり、その観音像を近くの砂浜に堂を建て安置したのが始まりという。この観音像は、微達天皇14年に、物延ノ森や中富のマサル海の手によって海に投げられた3体の仏像のうち1体と言われている。 残りの二体のうち、阿弥陀如来は、善光寺、聖子菩薩は安楽寺にあるという。龍馬路は、自らの死をもっては、ダメデラと名付けた児童を建てたが、これは、肌笛泥漁と書いた。地木寺と書くようになったのは、中世からであるらしい。言い伝えでは、創建の経緯は、以上の通りだが、実際、その歴史は、奈良時代以前に遡ることができる、という仏教考古学者である。 石田重作の研究もある。天智天皇が病気になった時、地木寺で祈祷したところ、回湯したという。このことから、地木寺は直眼寺となった。鎌倉時代には一山五百房、約三千人の僧がいたと伝わる。戦国時代には、織田信長や徳川家康の保護を受けて繁栄した。その他、豊臣秀吉から百六十国。 徳川義直から三百国の寄進があった。一からの道の参拝なついをすると本堂でお守りがもらえる。ありがとうございます。